1>, 1月3日、水曜日、タケルの盟友でもあり、K1 で活躍する大岩達也、K1 ジム相模小野クレスト、が SN、SNS で結婚を報告した。実は数年前に入籍を済ませるも、コロナ禍で結婚式ができず、このタイミングでの発表になったという。動画、大晦日、タケルと大岩がバチバチの、殴りを収め。格闘技界でも結婚ラッシュだ。 大晦日の堀口教授の公開プロポーズに始まり、1日にはレスリング、五輪金、河井由香子と元パンクラス1位常が入籍を発表。また K1 ファイターの美代と西本屋氏も結婚を報告した。大岩は武ルの盟友で、第4代ビッグバンライト級王者。頑丈なフィジカルとパンチを持ち味に、K1 スーパーフェザー級で活躍すると、 元 K ワンフェザー級王者、江川祐希や芦澤隆盛らに勝利してきた。昨年12月にはライト級に階級を上げると、元クラッシュスーパーライト級王者、篠原雄斗に 1RKO を勝利した。大岩は SNS で地震の無事や復興を祈った後、かねてよりお付き合いをさせていただいていた方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます、とつづる。 また、実は数年前に入籍は済ませており、結婚式を挙げた際に皆様にご報告する予定でしたが、コロナの影響で3回ほど延期し、その後中止の決断に至ったため、ご報告ができずにおりました、と報告が遅れた理由を説明した。最後に、変わらずチャンピオンを目指し、ベルトを負けるよう今以上に精進してまいります、と決意を新たにした。結婚を公表して、 ますますのモチベーションアップに期待したい。